皆さんこんにちは。種選び二千十八年税理士試験、えー、ポイント速報の簿記論に関する講義を開始いたします。えー、担当はアレックの富田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい。えー、じゃあですね、えー、本日はあのポイント速報ということで、まああのほぼほぼほぼ初めての試みなんですが、あ試験まあ当日ね、えー、問題解いてみた書簡をですね。 まあ皆さん方にね、まあ、本当に速報ですから20分ぐらいです、えー、とりあえず現状を解いてみた感覚でどうかなっていうところをですね少しお話をさせていただこうというふうに思っておりますでまたですねあのー、みんなで回答の付け合わせをしてレックとしての回答はこれだよとかあ予想配点箇所はこれでいこうとか全くそこまでいってませんあのー、今 ああ本当にもう一通り解いてすぐっていう感じなので、あのー、その段階でもうちょっとこれ、取りをやらせていただいているんですね。で、細かい、細かいというか、あとりあえず、今回の回答をこれでいきましょうというものをレックとして意見のすり合わせをして出すのが、あ一応ですね、目標として今いるのが、あ今度の土曜日ぐらい、ね。土曜日ぐらいを目標に、 まあ全体、レイクとしての正確な回答というか、私どもの考える回答、それから予想の配点箇所、ボーダーラインも含めてですね、そういったものをご案内しようというのは、一応ですね、今度の日曜日になります。ちょっとさせていただきますけども、これね、あの、東京の新宿と、あと大阪ですね、私どもの本校、校舎の方でですね、ライブの形で、 えー、徹底検証会ちょっとやってみようというふうに思っています。まあ、具体的に徹底検証会に関しましてはですね、えー、まあ徹底ちょっとだって1時間程度しかないので1から10まで全部お話しすることはできませんけどもとりあえずこの8月12日に向けてですね、えー、私どもレックとしての回答とあと予想の配点箇所、まあ、それからボーダー,あーこれらの情報をですね 一つ皆さんにご提示できればということで、まあ、これからです本当に本当にこれから詰めるでとりあえず現時点ではあ僕が問題解いてねで他の先生方も皆さん、えー、問題解いてとこういう状況になっとるだけでまあぶっちゃけた話しいねあの試験当日もこれやるっていうのはねあの僕ら講師としては非常に嫌なんですよあの今、まあ k m のこれも収録始めた アップの金屋があるからアップするのは翌日になっちゃうとは思うんですけどね、えー、ただまあ収録期限の兼ね合いがあるんでもう取りを始めたんだけどぶっちゃけまだね財表の答えは終わってないんですよ <laughs> だから僕終わったらすぐ財表をとまなきゃいけないんですけどあのー、そんな感じなんですねで、ね、したがってまあ本当に概要というのかなあ解いてみた感想というのかなまあそれをちょっと皆さんにお伝えできればなというふうに思ってるんです えー、っていうのもまあ皆さんもねまあこうなんていうのかなもやもやした感じ試験終わってやっぱりもう気持ちよく試験会場出てくるってことはまずないですよ。でまあそれは当たり前じゃ当たり前なんですけどね税理士ぐらいの難関試験になってですね試験会場を後にするときにいやこれはもう受かったわと手応え万々とおいうような感じで試験出てくれる時っていうのは試験会場出れる時っていうのは本当にもう数えるぐらいしかないんでね。 あの今回はもうそれじゃないですよお絶対的に。あですから、まあ、皆さんもこうもやもやしたところがあるかなっていうのがあって、まあ、とりあえずね状況だけでもお話をちょっとしてみようよとお、まあ、本当に僕の主観になりますけどもおいうことで、まあ、今年これをねちょっとやらせていただくというところになっとるんですが、まああのー、今回、えー、私の方でこれ担当させていただくのは、まあ簿記論なんだけどね えー、まあまず全体的な感想というのかなロ論の問題解いてみての、まあ、思うところ皆さんもいろんな感想はあるとは思うけどねあのー、まあまあまず一言目で言うとある程度まあ戻ったなとおいう感じは僕はしましたあのまあ問題のまあ難易度的な部分からするとちょっとまあ戻ったかな で戻ったっていうのは結局ね去年まあ皆さんご承知の通り墓紀論っていうのはもう図抜けで合格率が高かったもう近年まれに見る合格率ですよでそれに比べるとまあだいぶ戻ったかなあいう気がするうーまあまあ通常のボキロ論の形態に近づいてきたのかなっていう気はしますただあのパートパートにおいてはちょっとやっぱりあのかなり えー、解きやすい問題もあるし、まあ、逆に言うとちょっと指示としてこれどうなのかなっていうところはね、えー、思うところもまあいくつかは正直ありましたがまあまあそれはボケ論なんでもともとそういうものはあるんでねまあそうなるとまあだいぶ戻ってきたなとおいう感覚まあ普通のボケ論だよねという問題に近づいてきたような気がする。 ねまあ、近づいてきたっていうのは,は一昨年ぐらいまでの問題にだいぶ近づいてきたような気がするでそれは問題の台の動向というよりも簿記論の本来あるべき形っていうのかなあ通常の簿記論の問題の形式にまあ近づいてきたのかなっていう気はしましたねあだからまあそうだな去年とかの過去問の傾向からするとちょっとねうんちょっと今日はあ何言ってんか分かんないなとか。 分かりづらいなとというところもあったのかなという気もしますでまあただねそうだな僕ね今回のまあ本試験の問題を見た時にまず思ったのがちょっとあの第2問あたりがね、まあ、正直言ってちょっと論点的には微妙っちゃ微妙なところあると思うんですよで論点的にはまあ微妙なところはあるけども ただまあうーんそうだな一言で言うと一般的には相当解きやすいんじゃないかなああ,あいう気がしますあのー、まあそれぞれね例えば第2問の問1番カップ販売出題されてますまあ当然皆さんご承知の通り収益認識に関する会計基準等が公表されてまあ、将来的なことを考えた場合にはちょっと微妙だねっていうのが多少あった だから私どもの当連なんかでもね、まあ、僕解説でもちょっと言ったんですが本当にベーシックな部分だけやれるようにしといてもらえればいいですよとういうようなお話をさせていただいてるんで、まあ、そんなに、えー、気をてらったというのかな重い重い問題を解いてくれっていうことにはなってないし、まあ、結局今年も、ね、今回出題されたカップもですね本当にベーシックな問題が対応できればあ十分問題解いていただくことはできたのかな。 まあ端的な話、えー、3年度における取引なんていうのを答えなきゃいけない部分もありましたけども、まあ、そうするとね、第1年度、第2年度、それぞれの利益の戻し入れが入ったりっていうのはありますが、ただまあ結局やることは同じなんでね、で、利益率等の算定に関しても、第3年度によって戻り商品の扱いがありますが、まあ、正直言ってここまでは対策取ってなかったっていう方も多いと思うんです。ただ、まあ、そこの部分ができなくったって、えー、第3年度の利益率は別に出せます。う、えーん、従って、 まあ特に問題ななのか,なか最終的に当期純利益とかを出すっていうのはまあ基本的に厳しいのかなっていう気はするけどもおどうしても戻りの影響があるからね、まあ、それができなかったとしたってそれ以外のところはしっかり取れるような気がするし問いの2番のね購入者の立場から見た一括法なんていうのはまあ正直ってどうなのっていう気はしますよ。でまあとりあえず一括法だからあ購入者の立場で考えてやってみようと。 いうふうにお考えいただいて、まあとりあえず回答を埋められるだけ埋めていただければそれでよかったかな、ああいう気はするんだけども、まあ当然のことながらメインになってくるのは発行者ですから。で、発行者の立場からの処理を考えた場合には、まあ正直言って結構、結構というのかな、うん、相当、相当、あの、基本だよ。おおだそういったところからすると、 まあ、今日第2問がね相当解きやすいような気がするんだよね。で、ね、まあさらに申し上げるとおこれなんかは僕もしっかりやってほしかったなっていうところがあるんですがあの原尊。のれんを含んだ原尊ですがまあ別にですね、えー、容認法に基づく手続きなんかをやってくれとかっていう話でも何でもないので。 えー、ノレンゲンソンに関する基本的な過程をしっかり覚えてるかどうかだと思いますよ。で確かにですね、あのー、少しデータの集計なんかに関して、まあ、どのデータを持って回収可能確としなきゃいけないかどうかっていう読み取り解釈は必要ですけどもただこれいろんなデータがあってその中からね自分で死と選択をしなきゃいけないという類のものではないでしょより大きな単位のもので考えた時に。 だそうなると必然的にもうこれでいくしかないかなっていう解釈ができると思うのでだからまあ基本的な、まあ、例えばですけど当然当期末におけるのれんの母化を正確に測定するとかさまあそういう基本の手続きをちゃんと踏襲することができていれば第3問はやっぱり相当程度取りどこと言えると思うしう第1問の領域まあ冒頭部分のね有高町なんか結構煩雑なところはあったりしますで有高町の説問の中に入っているえっ、ー、となんだっけあれあれ そ <laughs> そうそう小売りたなろう症とかあの説問入ってますけどあんなのはねもう皆さん当然のことだから聞いたことないよって人ばっかりでしょうからまあそれが普通ですよ。 だもうそういう部分では変に悩まなかったと思うんではなからやる必要もないしねで時間の金関係で、まあ、移動平均法の場合どうなんのっていうところなんかは考慮しなきゃいけないところはあるかなやるかやんないかっつうのはじっくり考えていただいてもよかったような気がするけどね、まあ、やってできないもんじゃないでしょうけど間違いなく面倒くさいんでねでただまあ早急に基づく勘定の記入なんかも比較的手が出しやすいところもあるんで、まあ、そういったところでしっかり拾えるところを拾っていただくのと、まあ、あとはちょっとこだわってもらわなきゃいけない問いの2番だろう 問いの2番の本支点会計、私は個人的に当連なんかを通じて、私どものね、レックの当連なんかを通じて、まあ、本視点はしっかりやっといたのはいいと、まあ、これはどこの学校さんでも言うと思いますよ、簿記論と本視点なんていうのは主要論点であることは疑い打ちがないあー。したがって、帳簿決算を前提とする、帳簿記入を前提とする簿記論の思考からすればですね、まあ、いずれ必ず連結は出しますよ、間違いなく。 でいずれ必ず連結は出してきますがただ連結云々ということを、ね、まず言う前に帳簿手続きもりもりのですねあの本支店会見と本来的にはケロ論の話ですからね。まあ 今年もね、連結出るかな、出るかなっていうところはあったでしょ、まあ、僕はもう基本的に連結なんてのは基本の部分だけやればいいし、持、え、ち、ー、分法なんてのは相当余力がある人がやればいいと、応答連等を通じて僕は言ってます、えー。それはもう理由は簡単。まあ多分出さねえだろ、というのが僕はあったんで。えー、だってあれ基本的に防海の手続きだからね。ねまだね、ちょっと簿記論出すにはちょっと早いような気はしてるんですよ、僕。えー、まあ、下題実績ありますけどね。 まあ本来的なっていうのかな。あー連結バリバリですよと。まあ、本来あるべき連結の総合問題みたいなものを出すにはまたちょっと早いような気がするんだよね。だから、あーもう少しですよ。もう少し、日照簿記の二行も今連結なんか入ったからね。まあ、当然、学者の先生方はそういったところはご承知ですから。あーあちらである程度、習熟してきて、で、初めてまあ連結を、簿記論ともね。 まあ会計手続き上の観点から重要性が高いほど間違いないですからあいずれは出すんでしょうけども、まあ、今年は違うだろうなっていうのは僕の中ではあったんですねでだから逆に言うと本試点会計はちゃんとやれるようにしてくれと、まあ、これこそ簿記論だと簿記論の過去の本試験の過去も見た時に本試験会計ほど図抜けて難しいい問題ないですよとでこれはもう今でも僕は変わんない今年の問題は難しかったですよそこ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 難しいですけど こんなんななじゃないですからあ過去のボケ論における本視点解見ってもっとエグいんであのそれに比べるとね今日の第一問の問いのにに関してはこれは僕の感覚です。これは僕の感覚ですけどこれ多分相当いけますね。あのー、し言ってほしい。 で私はまあ本質展会計はしっかりやれるようにしてくれとこういうことはもう常日頃から申し上げておりますんでまあ当然満点ってわけにはいかないかもしれないけども僕は個人的に相当いけるような気がするし実際行ってる人いると思いますそうするとですねまあ第2問が全般的に点数が取りやすいという状況があって第1問も部分点広いっていう前提で言えば、まあ、大きく失点することは多分ない25点満点のうちの例えば半分12点とか。 いうことはない、えー、本質的の出来栄え一つになりますけどももうちょっといくと思います僕は個人的にそうなると12問の出来栄えで結構差はつくのかないう気はしますね。で第3問第3問はねこれはもうある意味分かりやすかったと思います。だ特に僕があの元に戻ったかなっていうふうに表現したのはここがあって第3問はねまたあの今年の問題は顕著ですけどねあのー。 商品売買が重いんですよ、ね、で重いしでものによっちゃ有価証券なんかもちょっと指示が読み取りづらいところもあったもう意図は何なんだろうっていうところもあるからね、えー、少し悩むところはあったけどもただ逆に言うとこんだけ商品売買関連煩雑でですね処理が面倒くさいようなものになった時に優先的に責めるっていう選択肢は多分持たないと思うんですよ皆さん。 そうなるとしっかりと回答すべき論点を見極めて対応できた人はそこそこ点数は詰めるのかなあ逆に言うと攻攻めめるるととここころをちゃんてていいけけばそこそこいけたののかなっていう気がするの、ね、例えば第3問についてまあ冒頭出てる現預金関連数多かったねで少々数多かったですけどもあそこら辺はですねまあ出題の仕方っていうの 資料の書き方なんかは今までと多少違うように見えますけどやっていただいてる処理論としては別に変わらないですよ。で例えば現金なんかのね過不足算定なんかもありますが僕個人的には今日の現金過不足は結構解きやすいな気がする。ね。まあまあそれはあの言い回し一つで結構人によって悩む人は出てきちゃうかなっていう気はするんですけどもまあまあね通常通り。 アプローチを取っていくという前提で募金、まあ、論本試験の出題論点という点からすればうーんそんなにっていう感じはするしで結局のところ当座預金に関する銀管なんかも出てますけどね銀管なんかも、まあ、不一致項目についてはわざとまどろっこしいような。 ね難しいような表現を使ってますけど結局そんなものも深く考える必要までではないでしょああただの入出金連絡未通知の領域だったりするだけだねリコース義務がどうこうなんていうのありました再現売却で,でそんなの関係ないじゃないですかねその前提からすると、まあ、銀管という論点だけで捉えればですけどもお結構シンプルに対応できるはずなんででさらには外貨預金の話もありましたけど外貨預金だったね CR 換算があって利息の見越し等もあって。 えーいうところになりますけどもうんまあそこら辺がまずしっかり攻められるのとあとはもうさんざんぱら僕申し上げてますけど有形固定資産それから有価証券有価証券はさっき言ったとりちょっと資料は読み取りづらかったし満期保有についても一応分類は満期保有になってるけども現存手続き個なんで自家、えー、予化をやってくれとまあこれは保有目的にの思考なんでしょうけどねえー、いう形での指示が入っているから まあ言われた通りやりゃいいだけの話なんでね。で特に有形固定資産なんかは別に難しくないと思いますよ。あの資産住債務関連なんかも入ってますけども、あの税効果の領域までのことを考えると結構資産住居債務でっかい論点になるし面倒くさくなります。でただ、まあ、他の項目ひっくるめてもですね、ちょっと税効果論点多いんですよ。 ね、税効果の論点が多少多いので、まあ、正直言って今回の問題税効果についてはもうあっては儲けもんぐらいで十分だと思います、まあ、極端な話僕があ一つの解き方としておすすめするのはちょっと集計対象多いんで税効果は別に切っちゃってもいいかなという気がしたねだそうすると税効果の部分なんかさっぴいてしまえばあ資産除去産務関連利息業の形状ともね 決しして難いい話じゃないでしょで減価償却だって言われた通りやりゃいいだけの話だし、まあ、な,な,なおかつ直接そうですからああ全議論なんかで一回終わってますよっていう状況が分かればあそれでいいだけだったんでだそういったところだよねもういつも僕申し上げてる通り拾えるところをしっかり拾っていくっていうスタンスを徹底してできたかどうか,かその税効果一つ取ったってまあやるなってことじゃないですよ。やっていいいただだけければいいんだけども お回答すべき項目数と、ね、最終的に回答枠にかける数はちゃ,ちゃんとやっぱ天秤にかけながら問題解かないとですね、えー、かなりまあ厳しいところが出てきてしまういう気はしましたよ。でそういったところをしっかりやっていきながら、まあ、さらには商用引き当て金絡らみに多少ね、えー、法廷福利の扱いなんかもありますがただ処理方式は基本的に指示はあった。 言われたことを言われた通りやればいいよっていう前提の問題なので変に深く考えなくて言われた通りやればいいんじゃないのっていうそれでよかったはずなんですね。だからそういう点から考えていくとですねまあ逆に言うとまあいつも通りなんだけどちょっと果敢に攻めすぎてしまった時に怖いかな。 っていう気がするで今日の問題ね、まあ、これは12問目僕今簡単だという話はしました解きやすいかなっていう気はするよっていう話はしたけどもあの簡単だっていう表現はしてないけどね解きやすいかなっていう気はするよっていう話はしたけどねちょっと今日の試験のまず全般通じで一つ特徴的なところを言うとね、まあ、あっちこっち少しトラップ的なものはあるかなっていう気はする。でトラップ的なものが多いよっていうのは、まあ、逆に言えばだからこそなんですけど僕戻ったなと思ったんです。 論ってもそういういんですからねでどの程度の量どの程度の数どの程度のトラップが出るかあそういった部分の差はあるにしても、まあ、年ら年中こんなふうにですね、えー、隠れた罠に、えー、はまらないように、えー、しながらあしっかりと家庭を追っていかなきゃいけないよっていうのは簿記論の一つの特性だったりはするので僕個人的にはなんですけどねまだね本当うちの身内ですら。 回答みんなで付き合わせもしてないしあのこれからどうかなっていうのも話すんだけど僕個人的にはね3問目でで大大ききくく点数伸ばすっってていうのはまあ無理ななんで大きく落とさないってことさこだろうねだからそういったベーシックな現役金の扱いであったりとか有形固定資産の扱いであったりとかあそういったところでどれだけちゃんと拾えてるんですかというところがまず重要で。 で第3問はそういう形での問題を広い広いやっていくっていう上でですね主要な得点源と言えるのは第2問ですからあ第2問それからまあ僕に言わせれば第1問の本視点じゃなくてあそうですね本視点これでしょうね。で第1問の本視点は僕はちょっと個人的には相当取ってほしいかなっていう気がする。うーよだから まあ逆に言うとそこをうまく回ったよとある程度ね回答を出すことできましたとおいう形になっておられる方はまあかなりいい形で回っておられるんじゃないですかねだからまあいろいろね今まあ何人かの方とおコンタクトは取ったんですよ受講生さん受験生さんとねでやっぱね話聞いててもとりあえず今バーッとまあ彼らはまだ模範回答なんか出てないですから解 <laughs> いた書簡ですけど まあ,まあまあまあ本種は行けましたとお完全にいけてるとで第2問も結構いけてるし第3問はもう花から時から切り替えたともうもう税込なんか捨てたと広いところを確実に拾ってで商品売買もやれや,やれるんだけども時間もったいないんで、えー、そこまで時間かけてもかける数に限りがあるから、まあ、売り書きの部分だけ拾ってったとね、えー、そういう形で時方を変えてやってったっていうお話はまあ今ちょっとお話しさせていただいた方々とは ああそんな話も聞けたんで、まあ、とりあえず安心はしてるんですけどもおまあそうね図抜けて難しいということではない何ていうのかなちょっと表現が曖昧なんですけどいつもの簿記論にまあ近づいてきた。工、ね、藤だ,だけど去年が得意だっただけ。 去年の問題決して簡単でではないですけども、あのー、ただまあやっぱり手が出しやすかったという特性はあるんでうーんまだもうちょっとそうだなここ10年で見たって正直言って僕過去問の方の方がまだ難しいかなって思えるのありますよ。で今日の問題は難しいんじゃない,ですめん,どくさいんです。でさらに言うと読み取りづらいんです。で問題の指示が分かりづらいんです。 そういうい問題の特性だから純粋に難しいといいととうここではないこれはなれまあこれからですねえー、みんなでちょっとまあそれぞれの回答を持ち寄って詳細過程の分析はやっていこうとは思ってるんだけどただまあざっとみんなでね、えー、詰めた結果大体いいみんなそんな感じです。図抜けて難しいというよりはとにかく面倒くさいのとあと読み取りづらい。ですか まあ読み取りづらいのは間違いないねだそういう意味で非常に難しく感じておられる方いらっしゃるかもしれないですよお少しまあ出し方が独特というのかな出題形式が独特だったりしてるんでそれでやられちゃってるところはあるのかなっていう気はするで,でもねでもね皆さん工藤だけどあのだいぶいつもの簿記論にまあ僕は戻ったなっていう感覚はあるの問題に癖はあるけど。ってことは何が言いたいかっていうと簿記論の本試験なんかですね 手応えは本当にないですよまだ会計科目の中である程度手応え感じやすいなは材なん、まあ、でも今年はちょっと財料も厳しいみたいなんでね僕まだ解いてないからあれなんですけどまあちょっといろいろある。で、ね、んかね回答用紙の訂正が入ったりとかしてるみたいなんで、えー、そこも僕まだ確認してないから分かんないんですけどね、えー、まあちょっといろいろ混乱もあるみたいですがうーんまあ まあいつもの試験に近づいたかなっていう気がするんだよねでそうすると繰り返しますけどね手応えなんかないですうんだからその受講生さんでちょっと話したときにいや周りの人がみんなダメだダメだっ,つって終わったとかっておっしゃってるよって言ってる人が多いですよって話を聞いたんだけどまあでもそういう感覚になるよねでもねそれで意外となんじゃかんじゃいって回答を詰めてて で合格通知が来るっていうのがまあある意味冒険論かもしれない。えー、まあさすがにね何も書いてませんっていうんじゃあれでしょうけどもやっぱりこう手応えってないんですよ冒論はこういう問題になってくるとだってそんなにやたらめたら書けないでしょ特に第3問入った時の書けなさっていうのかなあでまたあのちょっとなんか今年は回答用紙がすげえ書きづらかったみたいだねあの金額の枠が振り込み用紙みたいな感じになってたんでしょ あれやめてほしいよね本当に訂正入れらんないからね、うん、まあ僕もあの当然答案用紙は見れないんですよ僕試験会場行って受けてるわけじゃないんでうちのスタッフがね問題試験会場行って問題 <laughs> まあ入手受験して入手してくんだけど彼らあの受かるためにやってんじゃないから2時間時間が暇だから解答用紙にねあ計算用紙にね全部答案解答用紙の枠をこう写してんだわねこうやって。 でこと細かく全部ね映、えー、して持ってきてくれるんだけどんなんか第3問の枠がなんか入ってんなんだこれやっつったら「いや金額書く枠があるんですよ」とかつって言ってたからねちょっとああいうのはほんとやめてほしいんだけど、まあ、出ちまったものはしょうがないんでねで、ね、ちょっとまあ独特の問題の言い回しもあるし、まあ、これからちょっとねみんなで詰めなきゃいけないなっていうところもいくつかあるんですボキロ論は。 あ,あるんですけどただ現状ににに関して言ううとといいいつつもものの問題戻戻っったたかかななレベルに戻ったかなっいう感覚はあるだそうなると、まあ、実際問題どれぐらいが膨大なラインになるかねってのはこれからまあ付け合わせをしてねみんなで決めようとは思うんだけど手応えなんかないよあのこういう時は。で手応えなんかないですから逆に言うとですね変にへこむ必要はない。 全然ダメだもう浮かんねえそんねそななこと思う必要ないよ、まあ、今回の問題がそれに該当するかどうかは別としてだって実際問題うちみたいな予備校が出す模範回答ベースでよボーダーライン43とかっつうんだってあるわけだからでしょで、ね、40点とかっちゅうのもあるわけだからでそうなってくるとですね、まあ、今回の試験だってそれに該当する可能性は多分にありますよまあそこまでいくかどうかは別としてでもそういうもんだからボキロ論って手応えなんかないです で出答えなんかないんであのー、変に気落ちする必要もないんだけどもまあ当然ね今日募議論を受けていただいたまたは募金論代表を受けていただいた他の税法と絡めて受けていただいたまあいろんな方、まあ、消費税しか今日はないけどねいらっしゃるとは思うけどもあのー、何してもちょっと税理試験のこれはもう差がなんですがあ今日みたいな問題が出てしまった場合というのはですね、えー、何もしないという。 結果が出るまでで何もしなないいいわけにはいかないんですよお当然のことながら12月まで、えー、全く簿記論の問題解かないで、えー、でそこ結果が出てからじゃあもしねちょっと残念な結果になっちゃったって言った時にじゃあそこからもう一回やりましょうっていうとこのね9月10月11月という3か月まあまだ8月でもあるけどね3か月半ぐらいあるでしょで結果通知のことがある4か月ぐらいありますよで4か月あるんだけど4か月間何もしないとね びっくりするるぐららいボキロンって力落ちるからねだってもう作業論ですからこれ。ねえそうなってくるとやっぱりねえきどい試験であるがゆえある程度こう力を落とさないように継続的に問題を解き込むとかああいうことはやっといてもらう必要っていうのはどうしても出てきてしまう。だからそういった勉強のスタンスなども含めてですね 今度の12日の段階で新宿と梅田新宿は私と財庫担当の並木先生と2人でありますで梅田法はですねあの大阪方面で授業をご担当なさっていらっしゃいます村上先生がご担当になりますんで、まあ、そういったところでね今後の勉強の仕方であったりとかまたは9月以降新しい科目をやるということになれば。 ま、そちらについてのご相談とかまあ、そういったものもお受けはできますんで、えー、ご遠慮なくね、えー、お時間ある際にはあー足を運んでいただいていろいろご相談いただければというふうに思います。まあ、あ本当に今日は雑感的なものを少しお話ししようというところになっておりまして。まあ、もう時間過ぎちゃったんでこれぐらいにしますけど、あのー、うん、そうだな。 もう一もう回まとめますけど今年の試験今の時点で僕が思うにはですけど、まあ、だいぶ戻りましたあですからちょっとまあ合格者はですねどういうふうに採点するか傾斜配点をどうするかによって多分に変わってしまうんで何とも言えないですけどちょっと僕今今日の段階でとりあえず今問題を見た感想としてはですねまあ去年ほどの率は出ないと思う,うんそういうちょっと質の問題ではないかな いうふうに思うので、まあまあ12パーとか13パーア言ってもそれぐらいなのかなという気はする。でもわかんないですよ。まあそこは意図的に、えー、どのように経営者入店するかによって率は去年と同じぐらい行っちゃうかもしれないですけども、まあ一般的に問題の質からすれば現時点はもう問題を見ただけですから、あ質からすればまあ去年のような率にはならないような気はする。ね、えー、比較的手が出やすい部分でもやっぱりちょっといくつかトラップもあるし。 いうところはああるんでまあ、元に戻ったかなあ,あいう気がするただ僕はもうずっと個人的にはですねこれで行くんだろうと思ってたのおし、まあ、授業でもちょっと同んな話はしてると思うんですけどあの去年が得意だっただけですたまたまたま、えー、たまたま率が良かっただけならまあまあ5 k ロはこれぐらいが継続するんじゃないですかねと思いますよ。 問題の質は別にして、いう気はするんで、まあまあ、戻ったねというのが、まず今日の感想です。で、当日ですね、1 0日、1日の段階で、あのー、各本校にお越しいただけない方もあの、ウェブの方で当日アップはできるようにしていきますんで、まあ、そちらでですね、えー、正式な回答と、お配点箇所と、ボーダーラインなんかも、一つお話をしようというふうに思っておりますんで、 またね、えー、機会があれば、そちらの方をご覧いただければと思います。で、今日はもうお疲れでしょうからね、あの早めにお帰りいただいて、でまた明日以降、税法を受けるという方もいらっしゃるでしょうから、ね、まあ、今日の疲れをしっかりとってですね、明日以降、挑んでいただくというようなところになると思います。で、2、3日はね、まあ、あ疲れをまず取ることを優先していただければいいかなとは思うんだけども、まあ、お盆明けぐらいですかね、えー、お盆休み明けたぐらいからは、 まあこれはもう税理士受験生さんの佐賀ですからああ次に向けての準備というものを始めなきゃいけない別にこれは今年の簿記論がダメだったからもう一回やりなさいとかそういうこと言ってんじゃないですよそういうこと言ってんじゃなくてい次の科目をやるにしたってい何にしたっていもう次の年に向けての準備を始めなきゃいけない税理士試験は5つ揃うまではそれを続けるしかないんだからねっ そういう時期ですから逆に言えばこのゴールデンウィークはあゴールデンウィークじゃないお,お盆休みはね連休とか取れる方はあのまあなかなかに羽伸ばしないよって言ったって試験終わったとモヤモヤしてると羽も伸ばせないんだけどねそれも分かるんだけどただただまあここはねあの一年にいっぺん何のですか不安もなくねまあ試験終わった後とのもやもやあるでしょうけどもお先のことを 考えずにゆっくりできる時期ですから税理士さん、税理士の受験生さんはもうこの時期休まなかったら休めないですよそうでしょだってもう9月ぐらいからまた来年向けの勉強始まっちゃえば年末年始多少はお休みするにしたってそれはもう受験勉強があるんだからそうだもんねでそういうもんですからあーですからまあ皆さんーなかなかね気分一新ってわけにはいかないかもしれないけどもうそこはいいじゃない今日一生懸命頑張ったんだからでしょ ああすればよかったこうすればよかったってあると思うよ。そ,そうだよだって一生懸命1年間勉強してきたんだもん。それはいろんな感覚はありますよありますし僕もその気持ちはわかる。わかるけども変に悔く悔くすることもない。逆に考えてくださいよ。これだけ難しい試験難関と言われる国家試験に挑めるところまで持ってきたんだからそれはそれは事実として自分で自分の努力はちゃんと認めてあげましょうよ。ね、ああすすればよかったこうすればばかかっったこう ねネガティブにネガティブに考えることはね簡単ですよ。でもそっちにばっかり意識向けたってしょうがないでしょ。ここまで一生懸命自分で頑張ったんだから。ね。やってきたから今日試験会場に行って問題に向き合えたんじゃない。ね。そこはいいじゃない。誰もそんなことをやったって責めないですよ。おお一生懸命頑張ったんだから3日間ぐらいもうゆっくりしたい。このお盆休みはゆっくりしたい。いいじゃないそれで。ね。それでここはゆっくりして ね、でお盆休みが明けてそしたらもう来期に向けてさ準備を始めましょうよ。でその中にはあまた徹底検証会でも言いますけどもね一通りの模範解答等をお渡しできますんで住人事項はあできるようにしますんで僕らも頑張って、まあ、これからまだまだやるんですけど僕戻ってあのー、だからねい必ず今日やっていただいた本試験の問題はもう一回は解き直す時期が絶対来ます。 しかも今月中にいお盆休みはしなくていい。お盆休みはしなくていいけども必ず今月中にもう一回解いてもらわないといけない。それは手応えがある方もない方も関係ないです。なぜならば確定的な結果が出るのは12月だから。くどいだけどそこまでは大きく力を落とさないようにしなきゃいけない。であるならば今日やっていただいた本試験の問題もまたこれは経験なんです。解いたら終わりじゃないんです。見たくもないかもしれない。でも見たくもないからもう見ませんで終わってしまったら。 結局それは何も残なななくなるじゃないせっかく辛い思いして受けたんだから今月中にもう一回各校のねうちもそうだけどもよその学校さんも模範解答出すだったらばそれをしっかり使って解答要領解答アプローチというものをしっかりチェックしでねああこういうアプローチがあったかということはやっぱり検証しとかないと次につながらないよそれは辛い作業なんだけどやっぱりやっていかないとダメよ。ね 辛い作業だけどそれをこなしていった人はもう確実にレベルが上がっていくんだからねでやって12月に合格通知が来ちゃえばあ,あ無駄だったな、ね、やんなくてもよかったけどまあそれも経験だと次のね税法を進んだ時にねまたその経験は何かで活かせるはずだと前向きに捉えてくださいよ。 ね、まあそういう形でね、えー、やっていただければいいと思います、えー、ということでまあ,あ本当にもう概略的なことしか今日は話せないんですよお回答がねズバッと出せればそれに越したことはないけどやっぱり解釈論の問題もあるししたがってまあそこら辺はですね詳細分野は12日にお伝えさせていただきますんでね是非、えー、皆さん方あそういったものをご活用いただきながら本日のね内容の確認につなげていただければと思います以上で。 本日の速報回答は終了になります。皆さんお疲れ様でございました。